ございます。グレース、今回はですね、あのスプラトゥーン3やっていきたいんですけど、あのその前にちょっと話したいことあるから言っていい？あの昨日俺な、歯磨きしようと思ってさ、あの歯ブラシ、あの取りに行ったのよ。そしたら歯ブラシなくなってて、え、どこ行ったんだろうと思って周り探してもないわけよ。で、歯磨き粉だけあんの歯磨き粉だけちゃんと置いてあって、歯ブラシがなくなってたのよ。もう完全にそれってさ、ハンバーガーの肉だけあってパンがないみたいな状態よね。さあやっていきましょうか。スプラトゥーン3、俺ね、まあ、とりあえずキャラクター決めていこうかな。それやりながら話していこうかなと思います。まずスプラトゥーン3なんですけど、俺ね、1も2もやったことあるんですけど、そんなにやってないんですよね。なのでもう実質初心者みたいなもんだから、俺どうしよっかな。これ、男の子と女の子選べるんだよね。これってどっちが女の子と男の子なのかな。これとこれが男の子か。まあ、俺一応女の子なんで女の子で行かせてもらおうかなと思います。肌の色なんですけど、あー、めちゃめちゃ白いな。でも、悪くないね、この一番白いやつも。ガングロあの、パン焦げた後みたいな。トースト焼いてパン焦げた後みたいになってるけど。とりあえずね、ちょっとピンク寄りなのか。白い方がなんかやっぱ綺麗だよね。いや、ちょっと焼けてはないけど、これぐらいにしようかな。かわいい、めっちゃかわいいんだけど。あれ、この男の子、これあれ、これ男の子な。もういいや、どっちでもいいや。もうどっちでもいいや。あ、目の色これさ、すげえ、なんじゃこれ。中二病感すごいな。どうしよっかな。これもかっこいいな。黄色と赤ってかっこいいよな。いや、今回さ、こういうのが追加されたっていうのでさ、ちょっと怖めで行ってみる。この辺とかこの辺、これ中二病で行ってみようかな。これかっこいいな。いや、めっちゃ迷うんだけど、どうしたらいい。そのイクラちゃん、イクラちゃんじゃねえや、誰だっけこれ、鮭か。目でかすぎん。じゃあこれで行きたいと思います。ちょっとね、これも迷ったんですけど、ちょっとピンとこない方で行きたいと思います。これちょっとね、もう中二病感あふれる感じ。前回のやつとかあるね。どうしよう、どれにする。なんか最初の髪型普通に良かったけどね。これなんか、あのビートボックスのあの人に似てる。ビートボックスのあの人。かわいいな。かわいいな。これ男の子なのかな、このキャラ。男の子だったらちょっと申し訳ないよね、この髪型。いや、女の子だと信じていくわ。うん。で、眉毛か。眉毛。あ、眉毛選べるんだね。ん、どれもあんまり変わらん。デフォルトでもいいけどな。これにしとくか。よし。最後にボトムス。ボトムスも結局さ、着替えるから何でもいいんだけどさ。どうしようかな。すごいな、これ。女の子だったらこういうの似合うよね。男の子だったらなんか嫌われるけど。短パンって男の子嫌われるじゃん。なんか謎にね。はい。この姿で。行きたいと思います。男の子だったら申し訳ない。マジで。マジで申し訳ない。見た目が女の子なのに。君も、あ、そういや、鮭の名前も決めれるみたいね。名前じゃねえや。あ、すげえ、何か、おばさん、おばちゃんみたいな髪型もあんだね。おばちゃんみたいな。これなんか、あれだね、美容室にいそう、これ。でもさ、ちょっと待って。なんか、綾瀬さんに似てる。綾瀬さんに似てるぞ、あの、ボカロ P の綾瀬さんに似てる。これにしようかな。じゃあ、この綾瀬さんにするわ。鮭がまさかの綾瀬さん。これ男の子説はない？これ俺のキャラ。これ。男の子じゃん、これ。ねえ、みんなこれ、これ男の子説出てるよ。ねえ、これ男の子説出てるって。生かしたアクション。あ、待って、久々にやる。なにこれ？あ、やばい。あ、これやばいかもしんない、俺。あれ？これどうやって、標準を合わせようね。あ、やばい、これちょっと待って。久々、うわ、あ、これマジで初心者だ、俺。マジで初心者だ。やばい。なにこれ？やばいよ。あのね、俺、スプラトゥーン1も2もやったことはあるんだけど、やばいよ、これ。ジャイロ操作。ジャイロ操作意外と辛いかもしんない、動画でやるの。動画でやるの結構厳しいかもしんない。どうやってこれやるんだっけ。イカになって、マジで初心者じゃん。カメラリセットで移動して、あ、これだっけ、このボタンだっけ。ぐる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 ってなる。なにこれ、あ、かわいい。綾瀬さん、綾瀬さんいる。綾瀬さん行こう、綾瀬さん。綾瀬さん行こうよ。で、これで、なんか見け、あ、綾瀬さんがなんか見つけたなんて、何見つけた、イクラさん見つけたのかな。何、お、
あ、シューターね、これ多分若葉シューターだっけ。はい、最初の武器ですね。ありがとうございます。これで風船、これどうやって、あ、これか。はい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 。あ、やばい、マジで初心者だ俺、マジで初心者だ、久々やってマジで初心者じゃん俺、どうしよう、やばいよこれ、待って、あ、やばい、めっちゃ初心者だ俺やばいよこれ、めっちゃむずい、こんな難しかったっけスプラトゥーンって、すごいな。あ、綾瀬さん、綾瀬さん行こう、俺と一緒に行こう、綾瀬さん。え、これさ、綾瀬さん、小ジャケが綾瀬さんなんだったらさ、俺あれにしようかな、夜遊びっぽくして、あの、イクラさんにしようかな、名前。あの、なんだっけ、これイカの名前変えれるんだったら。それはありかもしんないよね。はい、これでジャンプして、あ、イカかわいいな。これなんか色変わった？足、尻尾の方色変わってるよね。いいね、いいね。で、このまま進んでいきます。あ、網ね、網はこうやってこうやられますよ、みたいな。それ覚えてんだよね、なんとなく。いや、でもやっぱマジで初心者ら。いや、これ勝てないかもしんない。みんな俺これ最初さ、勝ちたいんだけどさ、人に人に対してさ勝ちたいんだけど、多分勝てないよね俺普通に、この感じだとみんな上手いから勝てないんだよな。そう、いや、どうしようかなって感じはあるんだけど、まあ操作は後々慣れていくの。綾瀬さんどこ、綾瀬さん、あ、いる、綾瀬さん撃つよ、撃つ、綾瀬さん撃つ無敵なんだけど、まあとりあえず行こうか。いいね、うわー、ちょっと難しい、難しい、みんな、何、汽車ポッポ、何、どこ行くんだろうね。でも新しいね、あの2ね、もうほとんどしてないからさ、俺全然遊んでないからさ。さあ、汽車が来てどうなる。あ、うわ、いい、うわ、この雰囲気好きだな俺。綾瀬さんお腹こんなに膨れてたっけ、めちゃボヨボヨなってるけど。で、もう見た目からしたら俺女の子なんだよね、めちゃ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 女の子なんだけど、多分これ男の子なんだよね手前の魚めっちゃ気になるんだけど。いいね、シューンってきて、あ、右下変わってる、ロード画面がかわいい。で、どんな感じ、おお、おしゃれ、なんか渋谷みたい。すげえ、これ何、これ歌舞伎町みたいな感じ。俺全然知らないけど、田舎民だから全く歌舞伎町知らないけどさ、すげえ、あ、ちゃ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 スプラトゥーン2、あ、つんじゃねえ、3 もう間違っちゃいけないとこ、間違っちゃいけないとこ行きましょうか。続いて、あ、ニュースね、そういやニュース来るんだったね、なんて書いてあんの。お、来た、風花、おお、風花ちゃんね、バンカラ代表を生かした3人組スリミレン、もう早すぎる、俺 A ボタン押してないのにめちゃめちゃすぐ始まんじゃん。で、風花さん、今日も隅から隅までズズズいて塗ってみましょう。えい、いいよ、ほほじろうや、どういうこと、何を言ってんの。あ、あー、なんか満タンみたいな出てきた。えい、えいかよ。万太郎なのにえいなんだね。何これ、町のエネルギー、大電池ナマズ、あー、大電池ナマズね、あんなでかいナマズすぐ見つかるじゃろ。はい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 、これはヒーローモードのやつかな。見つけたら連絡してねって、連絡してねって、あんなでかいやつ連絡するの。今はこんなことやな。よっしゃ、気合いじゃ、それじゃあこれにて落着、ほな解散、イエーイ。で、ようこそバンカラ町へ。ここは今急速に発展しているイカ町、イカ町でいいのかな、イカ町イカ町もんざいもん。この町ではどれだけイカしてるかがステータス。めっちゃおしゃれだもんね、めっちゃ発展してるわ、未来って感じがする。あっちにバトル参加するためのロビーがある。町のやつらに認めてもらうにはとにかくバトルだ。認めてもらえる俺ん、あ、おっさんいる、おっさん。なんだあの老人は、ものすごくこっちを見てるような、怪しい、怪しすぎる。これヒーローモードですね。気を取り直して何はともあれ行動あるのみ。ロビーに行ってバトルするもよし、怪しい老人の様子を見に行く。怪しい老人見に行ったら大丈夫それ、あんま良くないと思うけど。俺のキャラクター多分中身は男の子だけど見た目女の子だからちょっと危険なんだよな、あのおじさん連れていかれないが基本なんだけど。君の健闘を祈る。これ女の子な、わからん俺の、とりあえず怪しい老人じゃなくてさ、俺普通にあれ行きたいんだよね、あれ
普通にねバトルしたいの、みんなとみんなと一緒にバトルしたいの。綾瀬さんいないな。すごいなこういう街。あ、ギアの人がいるね。これほらすごいな違和感しかないけど等身大なの。とりあえず行きましょうか。さあ、何何何、急になんかお金請求されるのかな。あー、やってなかった。さあ来ました、インターネット接続して、必要な初回設定を行います。セーブデータ、あ、そう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 、前回ね、一応ねランク39 全然反応このデータ引き継ぐことは、そういえばね、データ引き継ぐとなんかいろいろもらえるみたいなんで、もらっていきましょうか一旦。引き継ぎますか。引き継ごう。やっぱりねゴールドライセンス欲しいんで、普通に俺もらいましょうか。やったー。最初のバトル終えた後にもらえますよと。本作ではプレイが3つの戦力に分か、勢力、もう俺漢字が漢字が分かんない。分かれてバトルする。フェスト用イベントが開催する。あー、あれね、ポテト対ナゲットみたいなやつね。フェスの内容、開催日は地域によって異なる。あ、そうなんだ。そうなんだ。この地域のフェスでよろしい。どうしよう。日本だっけ俺、ここ。ここ日本だっけ。いや、こういうの良くないよね。うん、しょうもないからやめよ。普通にやろ。とりあえず行きましょうか。日本に設定しまして。お、スケジュール更新？いきなりスケジュール更新された。何？来た。ロビーへようこそ。ここはバトルに必要な、設備が揃っているぞ。ここでバトルに参加することでランク上がったりお金がもらえる。ランクが上がるとショップで買えるものが増えたり、新しいモードが遊べたり活かした要素が増えていくよみたいな。早速あそこにあるバトルスポットに入ってレギュラーマッチで選んでみよう。レギュラーマッチは並べたりだりまじゃんち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 ボムだ、ボムボムボムじゃんこれ。何、ボムボム出るよね、みんなボム出る。これほら見て、ボムが出るよ。すごくないあー、すげえ、こんな感じだっけ。うわ、もうなんかわかんないわ俺。うわ、なんかスペシャルとかいっぱいあるわ。ちょっとさ、このスペシャル何かもう一切わかんないからさ、もう何かの理科室で見る顕微鏡かと思うぐらいさ、俺わかんないからさ、あえてこのわかんない状態で行くのがいいかもしんないね。さあやっていきましょうか一旦。頭火吹いてるけど大丈夫頭火吹いてるけど大丈夫かな。とりあえずさ、引き継ぎしたからいきなり番からいけないみたいな。一回はやんないといけないって感じかな。やばい、スメシーワールドって何。スメシ雪の湯の花大妖谷、大妖谷。とりあえずやっていきましょうか。いや待って、いやめっちゃ楽しみなんだけど、これどうやんの。え、何マッチメイクって何。プレイヤーって名前なの俺。プレイヤーって名前なの俺。これどうしたらいいこれ。あ、バトル、マジで開始される。ちょっと待って、待って、最初は俺倒したいんですよ。あの敵を最初倒したい。何ここねえ、何ここ。ノリって名前の人いる。あ、すげえ、もうみんないろんな武器持ってんじゃねえ。俺なんか反則じゃないこういうの。ほらなんかみんな違う武器。何これ、な、何、勝手にスタートすんの。何勝手にスタートしたんだけど、何勝手にスタートしたんだけど、あんな知らないんだけど俺。待って、やばい、ま、ガチ初心者だからさ俺。ガチで実質初心者だから。ガチ初心者ではないか、実質初心者みたいなもんだからさもうこれ。あ、たまった。これ何、 R 押し込み、 R 押し込みね。来てる後ろ、もうマジで突っ込む。あ、敵いる、敵いる、助けて、敵いる。あ、何これ、何これ、何あれ。あ、画面押したらごめんね。これ。待って。倒されたくない。倒されたくない。何？なんかいる。ハンマーがいる。これ、ボム。あ、すげえ。倒したよ。みんな倒した。すごない？え、すごない普通に。ねえ、普通にすごない？倒すの普通にすごない？何？ホラーゲーム？芝？誰？楽しいんだけど、なんかこれどうやってスタートするの。あ、 ZR でスタートするんだこれ、すごいね。でマップってどうやって見んのね。マップの見方みんな教えて。マップの見方が分かんないんだけど、これ A ボタン、 A ボタン、 B ボタンで、あれね、 A ボタン、 A ボタン、 B ボタンであれやって、なんかいる、なんかいる。
誰誰、奥の方に投げる。うん、待って、あ、何、喉が枯れる、めちゃめちゃ喉が枯れる。で、こっちスタートします。俺のスタンドバイビーム ドラえもんします。あ、なんかいる、誰誰誰、あなた誰ですか、あなた誰、あ、あー、待って待って、あなた誰、マジで、あなた誰なの、マジで、名前を名乗って、マジで、ホタル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 、マジ、ここ、キャッ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 キャどこ？どこ？キャッ！ハ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 ッ！キャッ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 ！よし！よし！いいぞ！いいぞ！いいぞ！すごない？よし！よし！いいよ！この辺ちょっと塗ります。塗ったら勝ちだからね、倒したら勝ちじゃないからね、このゲームちゃんと塗ったら勝ちなんで。ちゃんと塗ったら勝ちって何？当たり前のこと当たり前のように。何？誰？な、そういうのなし、そういうのなし、俺知らないもん、その武器、その武器知らないもん。知らないのはおかしいでしょ、知らないのはさ、そういうのよくないよ、規約違反なんないそれ。なんか俺知らない武器、はあ、動画バグってんだけどねえ、動画バグってんだけど大丈夫これ。あ、勝った、やったー、やったー、最初勝てた。待って、なんか動画バグってない？え、なんかごめんね、なんかカクカクしてない、これ大丈夫かな、大丈夫かな。一回録画止めようかな。なんていきなり、いきなりの戦闘で俺録画止めようとしてんの。なんかすごいカクカクしてた。大丈夫だ、動画。大丈夫。怖いんだけど俺。はい。あ、ランクアップした。ありがとう。最初にしたらめっちゃいいんじゃないこれ、普通に。ねえ。ところで、バトル中に味方や相手のプレイヤーが入った札のようなものを見なかったか。あ、確かにネームプレートね、確かに俺プレイヤーって名前だったもん。一番なんか名前のセンスが一番良くない、生かしてなかった一番俺が。バンカラ町のイカエタコはネームプレートを使って自分の個性アピールしているぞ。うむ、君の持ってるネームプレートはどうやら昔のデータ、引き継ぎしたからね。残ってるデータを使えるようにするぞ。バンカラ町に挑戦できるんです。ああ、これね、ガチマッチみたいなやつね。あ、出た、これ、なんか、何でも交換できる、あれね、あれ、チケット、みたいね、これ。そういうのは見たよ、ちょっと。プレイヤー名を改めて登録する必要があるぞ。あ、ロビーの端末で名前を、変更しましょうと。後から変更できます。前回の名前が、サ？前回の名前、俺、サだったの、マジで。俺、前回の名前、サでやってたの。やばない？それってなんかやばい。個性も何もないんだけど、さで行くも。あ、待って、え、これさ、どうしようかな。あんまりさ、名前って変えられないみたいなのよ。だからちょっと誰なんて名前にしようかな。あの、二通りで俺迷ったんですけど、あの、阿部寛とさどっちがいいかなと思ってちょっと迷ったんですけど、いや、さの方がいいかなと思って、うん、なんでさで行きたいと思います。よし、登録した名前は他のプレイヤーに公開されます。さで行きたいと思います。オンライン、え、何、利用規約に反する名前登録するとオンラインプレイを制限。え、大丈夫、俺のさって名前大丈夫かな。ねえ、俺のさって名前なんか卑猥な言葉だったりしないから大丈夫かな。行きましょうか。さで、シャープ2157、勝手に名前つけられたけど、シャープ2157だったけど、自動で発行された ID です。プレイヤー名を変えると ID も変わる。あ、そうなんだ。ID とか設けられたんだね。そして、何そうしてって。ランクアップおめでとう。ああ、イカ遊んだだけだけどね。イカだけに。君が手に入れた武器ライセンスは新しい武器を手に入れる必要な武器だ。必要な武器必要なアイテムだ。広場に行って、武器屋で立てなきゃ、武器屋行きたいと思います、とりあえず。メニューでしょ？メニューで武器屋に行けばいいんでしょ？一旦。そしたら武器がいっぱい買えますよと。今の武器でも十分だ、なんか十分強かったけどね。あ、来た！武器地！俺ね、1も2もね、一応遊んでたっちゃ遊んでたからさ、
このねミニオンみたいなキャラクターがいるんだけど、めっちゃ話長いんですよね。まあ、この辺は多分読むことがないんですよね、武器地ライセンス。この銀を使ったらなんか普通にね、なんだっけ、交換できるみたいなの。ただゴールドライセンスだとランクを上げなくても交換ができるみたいな感じだったと思う。だよね、そんなことの、そんな感じのこと言ってる気がするわ。スプラシューターを使っていい。あー、この辺はちょっと、この辺はちょっと飛ばしますね、さすがに。マジか、なんか、さあ、違う買わないよ。どうしよっかな。どうしよう。他の武器みんな見たいかな。俺がさ、使ってるの見たい？見たくない？ランク高い武器をさ、買った方がさ、いいよ、いい気もするよね。なにこれ、新しい武器がある。ノーチラス47って2にもあったらしいけど、俺使ったことないんだよね。エクスプロッシャーって何？何？エクスプロージョンみたいな。何？クラッシュブラスターとかある。うわ、なんかいろいろあるんだけどね。やりたいな。いろいろ好きな。ノバブラスターとかある。この可愛いんですよ、このフォルムがね。そっちかいって感じだと思うんだけど、強いじゃなくて可愛いっていう。ノバブラスター可愛いっていう。他の武器見たいかな、みんな。俺一応ね、洗濯機が結構好きで、前回使ってたんですよね。なんで洗濯機で行くのもありだけど、でも縄張りってなるとさ、他の武器がいいよね。ちょっとあえて知らない武器で行ってみようかな。かこのさ、一番最後のやつ使ってみたいんだけど、あえてこれ一番最後のクーゲルシュライバー、多分2にもあったのか分かんないけど、これ俺使ったことないから、いずれにせよこれどうしても欲しいならゴールドライセンスでゲットできるみたいなんですけど、まあ、3つあるんで交換していいかな。どう思うみんな。どうしよう。でもランク30ってさ、そんな簡単にいけるもんじゃないからさ、先交換しとくのもありだよね。交換します。これわからない武器をあえて使うっていう。なにこれ。あ、これあれかな、なんか忘れた。さあちょっと使ってみようか。おっと、あ、何、炭酸ボム。こんなんなの。何このボム。めっちゃ飛ぶじゃん。めっちゃ飛ぶんだけど、これ何、どういう武器。あ、貯める系ね。あ、ジボジボ系ね、ジボジボ系。ジボジボ系 YouTuber ね。なるほど。あ、待って、これ苦手だ、俺苦手なタイプだ。これ苦手なタイプの武器だったわ。まあ、ちょっとこの、初めて使う武器でやってみましょうかね。さあ、これでロビー行きましょうか。レギュラーマッチ行こうかな、一旦ね。ガチマッチはさすがに厳しいんでね、現状は。さあ、これで行きましょうかね。試し撃ちね。あ、全部食べた。めっちゃ強いんじゃないこれ。おー、すごい。めっちゃ強くないこれ。ほら。ほら。あ、撃つ前に終わっちゃった。さあ、来ました。あ、さっきと同じね。いろんな方がいますね、名前。とりあえず、俺初心者なんでよろしくお願いします。一応初心者なんで。実質。もう実質初心者なんで。男の子。あ、でもガールも、あ、両方いい感じなのかな。行きましょう。さあ、行きましょうか。俺たちのチームで。俺が先頭引っ張っていくから。よろしくね。俺戦闘引っ張っていくような武器じゃないけど。戦闘引っ張っていくような武器じゃないけど。いきますよ。さあ、上の方を撃ちます。すげえな、射程。めちゃめちゃ長いんだけど、この武器。射程がめちゃめちゃ長いんだけど、楽しいんだけど。塗ってるだけで、適当に塗ってるだけで楽しいね。ね、わかる？すごい俺わかるんだけど。なんで俺一人で会話してんの？なに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 ？あなた行かないで。行かないで。倒す、あなたを倒す、倒す、倒す、倒せ、な、全然倒せない、やばい、倒せない、倒せ、じゃ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 、もうなんでなの、プロモデラープロだからそりゃ倒せないわ俺も。楽しいじゃんこれね、めっちゃ楽しい。何あれ、何あれ、綾瀬さんみたいなのいたよ。さあこれでちょっと、だだだだだだだ、来てる、敵が来てる。あれを俺はやっつけないといけないのね。あ、やっつけてくれた。届くよ、俺届くよ。あ、ナイスアシストキル、ナイスアシストキルね。アシストキルって言うんだよな、あれ。はい、倒せます。俺めっちゃ早い。何スパイダーマンいる、スパイダーマンがいる、スパイダーマンがいる、スパイダーマンがいるってね、スパイダーマンが。うるさ、俺うるさくない。あ、倒せる。キャッ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 。むずいよこれね、スプラトゥーンってむずいね、本当に。意外とむずいよね、全然倒せないもん俺。これ何？あ、炭酸ボムか。炭酸ボム使っていこうか。
炭酸ボムガンガンちょっと使っていきながら、こうね、炭酸ボム投げることによってちょっとね妨害できると思うんで。あ、来てるね。とこの辺ちょっとね雨降らしときながらちょっと邪魔しとく。邪魔邪魔、クソ届かない。でここで使います。やばい、助けて助けて、俺を助けて、みんな助けて下に下ちょっと潜っといて、いけ、や、よし、ナイスナイス、めっちゃうまかった今、めっちゃうまかった。さ、ここここら辺で撃っといて、でこっちにちょっと移動してきます。こっ、あ、ちゃ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 あ、あ、ちゃ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 、もう実況できてないもん俺実況できてないもんね。あ、だってめっちゃ頭に進んだった。待って、これもう実況できてないもん俺ね。え、これわかるでしょみんな、俺が実況できてないのこうわちゃわちゃするの楽しいな普通に。はい、この辺打っといて、ちょっと炭酸ボム、あ、終わっちゃったはい、とりあえずまあ2000、ボロ負けじゃないこれ。いや、勝ってる。はい、うん、勝ってないね。はい、まあとりあえずまあこんな感じでしたね。なんせね、めちゃめちゃ楽しいんで、次回もね、多分、やるのかなさすがにやると思うんで、まあ、次回もよろしくお願いします。